こんにちは、黒田和義です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、脱力について質問がありましたので解説していきたいと思いますが、どういう練習をすれば脱力ができるかというとですね、パット練習ですね。パット練習、こういうパット、要はこうよく売ってるパールのやつね、これポコポコ跳ねるやつ、こうやつでもいいですし、あと全部ゴムでできたやつ、こうやつ、こうやつの方が僕跳ねて好きなんですけど、こういう風にね。僕が一番好きなやつがですね、パールのね、こういうメッシュのこう貼るやつがあるんですけど、これすごく便利なのは、こうテンションですごく弾むようにもできるし、静かだし、なおかつこうリムとっていう風に使い分けができるので、これ詳細欄に貼っときましたので、よければ購入して、これ膝につけるやつもあるんですけど、ただその脱力の練習をするのがいいフォームがいいので、フォームはこういう風にします。で、リムショットギリギリが一番弾んでくるのと、このバランスポイントの1/3、ここでこういう風に脱力して、要は上に上げる力はドラマ一切使わない、これはデーブ・エックルに教えてもらったんですけど、10メモリがあったら必ず2まで力を入れて、あとは全部スティックに仕事をさせる、これですね。これが一番プレーンで一番こう弾ませて脱力できる、だからスピードも上がるし、腱鞘炎にもなりにくいということなんですね。だからこういう弾むところで練習して、で軌道がまっすぐになるようにね、大体みんなこう上で暴れるんで、こうまっすぐになるようにして練習してもらうと。で、基本的にはこれがプレーンな動きなんですよ。でロックはこうガツって握り込むんで、全部握り込めばロックになります。でこういう一番プレーンな動きですね、これが一番脱力の、手でこうギューって握り込んでこうやって叩いてたら、それは腱鞘になりますよ。なのでこういう風ですね。だからヨシキとかがすごいのは、とにかくこう脱力というか力でねじ伏せて、あのスピードで打つくんで、それは体も悪くなるし、体いろいろ壊すでしょうけど、でもああいうこう叫びみたいな、ずっと叫び続けて見てるみたいなドラムって、真横で見たらすごい感動すると思うんですね。だから何をもってよしとするか、脱力できるからいいわけではないんですが、脱力できると腱鞘炎にはなりにくいし、プレーンな音なので。そこからいろいろ展開していけますよ。その展開する時の音の配分の仕方によっては、もう本当に音楽が何百通りにも広がっていくんですけど、これ自体が、どれか一種類だと、慎重な音楽になってしまいますよねっていうお話なんですね。なのでこれをこうちゃんと見極めて、要は脱力したものばっかりではなく、脱力したものをベースにいろんな音を混ぜていくと音楽は展開するし、しかも手にも体にも負担がないということで、そういったところをちゃんと勉強すると非常にいいと思います。なので、ご質問の方はとにかくその脱力ってことだったので、もうとにかくですね、手をブラーンとしてもらって、肩に力がよく入るので、ガッてグッと上げてからポンと抜くと。で抜く時っていうのは、抜こうと思っても抜けないんで、一回思いっきり力入れてから抜くと。で手をこうビュッと上げて、でこうできる限り力を入れない。でも瞬発力がいるんですよ。このだからドリブルしてる感じなので、ドリブルってふにゃってやったら返ってこないでしょ。ヒュッてシュッ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 っていう、このでちょうどここに返ってくる量だけでいいんですよ。だからドリブルであっあっってやったら行き過ぎちゃうでしょ。そうすると繋がらないんですよ。だからちょうどいい適正のドリブル力っていうのがいるわけですね。これをずっと体が覚えるまでやるっていうのが、これが練習になるわけですね。体に覚え込ませるっていうの、この要は適正な動きを体が、自然なニュートラルな状態で体が覚え込んでしまうっていうところまでやるのが練習ということでございます。なのでこれを長い時間やっていただけると、だん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 その演奏にその動きがだんだん混ざってくる。これ時間かかると思うんですよ。自分の癖があるんで、どうしても力が入ってしまうんじゃなくて、全部抜いた状態で練習するっていうのがすごい大事だと思います。今日も最後までご視聴ありがとうございました。今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方は、いいねボタンを押してください。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方でぜひ
メールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。三大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。